ウィロード日本一決定戦この場面で打席には中田入っています。さあ2アウトにはなりましたが先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですね。こういう場面で初球からストライクを入れられるのは自信があるからでしょうね。ああそうですか。落としていきましたがこれは外れます。このピンチ見事三振を奪いました。バッテリー三振でなんとかこのピンチを切り抜けました。そして打席には田中入ります。まあしっかりいいところで回しましたね。さあなおもチャンスで満塁の局面。まあこの場面でしっかり追いついて勝機を伺っていきたいですね。なるほど、そうですよね。タッチアップ、サードランナースタートを切る。サードランナーホームイン、田中。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。増井、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ守護神増井、カーブ打線の前に立ちはだかります。まあピッチャーがいいですからね、どう攻略する。サードが取る。一塁送球、これで3アウト、試合終了になります。カープ何を投げてくるか。合わせに行きましたが空振りです。内へ、これは決まった。すぐに追い込みました。変化球打った、セカンドが抑えた、二塁アウト、ダブルプレイ、チェンジです。初球は何から入ってくるか。打った、セカンド取った、二塁へ送球、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイで3アウト。初球は何で来るか。まずは変化球から入りました。低めを2球続けました。これも見送りました。三塁線ライナーワンバウンド、サードランナーホームイン、中継にボールが送られる、二塁送球、日本一決定戦。この場面打席には屋敷入っています。さあ一打先制のチャンス。まあやはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。なるほど、そうですね。初球打ち、これはどうか、セカンドの右抜ける、ホームに送球、チャンスを広げていきます。ワンアウトランナー、
ここで打席には田中入ります。さあチャンスが続き満塁の場面。もう終盤ですから、このチャンスで差を詰められるところまで詰めておきたいですね。いい当たり、ぐんぐん伸びる、ライト深いところ破っていきました。サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン。カープやっぱりね、こういう状況でこのバッティングはね、頼りになりますよね。バッターは3番屋敷。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。増井、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さあ守護神増井、カープ打線の前に立ちはだかります。初球打ち、ライトバックバックバックする、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。ここはうまく引っ張っていきました。いや本当にうまく反応しましたよね。4番レフト。変化球打った、抜けた、セカンドランナー帰れば勝ち越し。レフト前ヒット。さあチャンス、バッターボックスには王入っています。さあチャンスが続きます。この場面で勝ち越すことはできるか。また初球打ち、ファールか、フェアだ、ヒットになる。ボールは中継、サードランナーホームイン。カープ勝ち越しました。6対5になりました。さらに三塁一塁のチャンスが続きます。この場面で見事なタイムリー、勝ち越しに成功しています。いやーこのチャンスに見事応えてくれましたよね。試合を制したのは見送って、まずはストライクです。ファウルボールです。変化球打った、ファーストうまくさばいて、ホームタッチはアウト。まずは変化球、ジャストミート、セカンドうまくさばいて二塁アウト。ダブルプレイ、チェンジです。V ロード日本一決定戦第3戦。バッターは4番ラミレス。カープきっちりランナーを進めています。さあカープ追加点のチャンスを迎えています。
いいコースですが外れています。これが2球目。外の低め見極めます。165キロ、引っ張った。これはどうだ、ファウルになります。惜しかったですね。そうですよね。このストレートは入りません。これで3ボール。これもファウル。見逃しましたが3点。打順は1番に帰ります。バッター田中。カープこの回1点を入れています。さあ2点をリードし、なおも追加点のチャンスを迎えています。切りました、ファウルボール。しっかり捉えた、抜けた、ホームに送球。サードランナーホームイン。カープ追加点、4対1。なおも三塁一塁のチャンス。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。打順は3番田中。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。インサイド落ちました。これはどうか、ボールを拾って、これで3アウト、試合終了になります。試合を制したのは広島東洋カープです。西さん、非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたんじゃないでしょうかね。そうですね。日本一決定戦、この場面で打席には堂林入ります。さあなおもチャンスで満塁の局面。まあここはつなぎましたんで得点差を広げておきたいですね。なるほど、そうですね。改めてお聞きします、この堂林どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあ、そうですね、状況によって変わりますが、もともとは初球から積極的にいくタイプで、フルスイングが新庄の打った、ショートの右よく取った、二塁へ送球、アウト。打順は1番に帰ります。バッター田中、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。いい当たり、ライナーを抑えてアウト、ワンアウトランナー。これから9回カープの攻撃です。そしてファイターズはピッチャーが変わります。背番号25宮西マウンド上に上がっています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。インサイド弾き返した打球はライトへ、ライト掴んでワンアウト。バッターは5番宮西、まずは先頭バッターを打ち取っています。豪快なスイング打ちました。打球はライトへ伸びる、フェンス直撃、一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。ここはうまく引っ張っていきました。いや本当にうまく反応しましたよね。6番ライト、初球から際どいコースをついてきます。
ストレート打った、ショート正面掴んだ、一塁アウト、ランナー二塁は変わりません。そして打席には松井入っています。ここは高打順ですから勝負どころですよ。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。この場面で勝ち越すことはできるか。変化球打った、ファースト取った、そのまま入って一塁アウト、これで3アウト。さあノーアウトで貴重な勝ち越しのランナーを置いています。バッターはクラ、まあ、このランナーは絶対返したいですから、まずは得点圏に進めるべきでしょうね。なるほど、そうですか。バッターボックスには代打の島。いや、兄さん、どうしても期待がかかってしまいますよね。この場面は非常に大事になりますね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。まず何を投げてくるか。おっと、どうだ、ファウルボールです。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。右持っていった、切れるか、ライト線フェアです。ファーストランナーセカンドがマスを蹴った、ライト線へのヒット、ベンチの期待に応えました。西さん、これでサードまでランナーが進みましたね。まあそうですね、これで作戦も立てやすくなります。カープが僅差で勝利を収めました。延長戦での決着。ウイロード日本一決定戦、さあ一塁には勝ち越しのランナー、バッターボックスには堂林。まあここは送った方がいいと思いますけどね。さあランナーをどう生かしてくるか。切れていきます、ファウル。変化球インコース、ストライクです。あっという間に2ストライクです。打ちました、セカンド取った、セカンドフォースアウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。
さあここはなんとか意地を見せておきたいところ。当然ベンチもそれを期待してるでしょうからね。そうですね、この起用に応えたい。初球ボール、次が2球目、引っ張った、伸びていく、どうだ、入れば同点、届いた、カープ同点のソロホームラン。この終盤試合を振り出しに戻す大きな一発となりました。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。同点に追いつきましたカープ、5対5。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、今のバッティングご覧いただきましょう。いやしかしこういう場面で一発が打てるなんてね、さすがですよね。9回の裏カープの攻撃です。そしてファイターズはピッチャーが変わります。背番号19増井マウンドに上がります。さあ西さん、最後の攻撃ということになりました。もうとにかく気持ちでいってもらいたいですね。そうですね、さあ注目の打席です。ファウルボールです。次もスライダーを続けてもいいかもしれませんね。なるほど、さあ何を選択してくるか。左中間へ持っていった、これは大きい、ワンバウンドヒットになった。バッターランナー一塁を回った、バッターランナーは二塁到達、サヨナラのランナーが出塁して、うまく打ち返しました。ツーベースヒットを放っています。まあ甘い球は見逃さないですよね。何から入ってくるか。ジャストミート、ファーストライナー掴んでアウト、ワンアウトランナー二塁とか。この場面打席にはラミレス入ります。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ今度こそここで決めたいですね。なるほど、そうですよね。レフトへ、これはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになった、セカンドランナーはサヨナラか、サヨナラなるか、ホームイン、決めた。この瞬間試合が終わりました。広島東洋カープ優勝。今大歓声に包まれながら大きな拍手、抱き合う選手もいます。監督ようやく笑顔。日本一決定戦を制したのは広島東洋カープです。小宮山さん、実力を証明したと言ってもいいですよね。いかがでしょう。まあそうですね、本当に何をやってもうまくいく、そんな感じでしたね。そうですね、ファンの大きな期待に応えました。万歳三唱が始まっています。さあそして監督の胴上げ、スタンドからは大きな拍手、そして大歓声。今胴上げが終わって、全選手がまずはスタンドのカープファンの元に向かいます。非常に熱い戦い、熱戦を制した喜びをファンに届けていきました。ご覧のように広島東洋カープが見事優勝を決めました。おめでとう広島東洋カープ。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで失礼いたします。
チェンジアップは入りません。次が3球目、高めのボール、打球はレフトへ。この打球はフライになっています。打ちました、ヒットになった。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。初球打ち、三塁線落ちてフェア、ワンバウンドヒットになりました。
ウィロード第1節ここで打席にはラミレス入っています。さあ2アウトにはなりましたがなおもチャンスは続きます。まあこの先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を終えたいですね。なるほど、そうですね。引っ張った、これはどうだ、ファウルになります。打ちました、伸びていく、どうだ、入れば先制。もう少し溜めたかったですね、少し早かったですね。そうですね。引っ張った、これはどうか、レフト前ヒット、セカンドランナーホームイン、カープ1点を先制しました。さあ先制したシーンですがもう一度ご覧いただきましょう。ピッチャーに対してもいいプレゼントになりましたね。バッターボックス工藤、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。高めの変化球から入りました。インサイド落ちました、ファウルになります。ボールカウントはノーボールツーストライクです。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。打席には3番バッター遠藤、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトになっています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。これで3アウト、試合終了になり、今日は見事な完封。